な。そうだね。お花いいね。Wow!
白い砂浜、青い海で、ここどこ？俺たちさっきまで学園にいたはずなのに、なんで遭難してんの？えらい目にあったけど、ま、一足早いサマーホリデーだと思うことにするか。グラさん、似合ってる？この服、いつの間にか着てたけど、いかにもバカンスって感じだよな。学園長とか好きそう。おい、この鼻の付け根に溜まってる蜜、マジでうめえんだけど。騙されたと思って、お前も吸ってみろって。見た？ジャックのやつ、素足で砂浜歩いて、やけどしてたぜ。俺たちの前では何でもないふりしてたけど。スティッチって道具の扱いがうまいよな。器用だし、いろいろ教えれば手品もできるようになりそう。あのガントゥーっていうやつ、パッと見はでかいサメだけど、言葉は通じるんだよな。案外話せば分かったりして。使えそうなもの見つけたぜ。なんとデカめの鉄板、これ使えばバーベキューできそうじゃね。海辺でバカンスとか憧れるよな。え、今もそう？バカンスでは食料集めとかしねえから。アズール先輩なら向こうで楽しげに落下物のリストを作ってるぜ。まさかこっそり持って帰る気とか。テンション高いフロイド先輩が拾ってきてた変な青いクラゲ、あれ触っていいやつ？刺されたりしねえ？あっちー、こんな薄着してんのに汗が吹き出てくる。なあ、せっかくだし海に泳ぎに行かね。お、珍しい模様の貝殻じゃん。それ持って帰んの？俺も無人島に来た記念としてなんか探すか。おっと、エース散らすぞ。パパッとな。リリア先輩、もしかして俺の真似？お仕置きの時間じゃ。上等だっての。